皆さんこんばんは。ビズプラスです。今夜も最新の経済の動きお伝えします。今夜はまずこちらからです。旧経営陣による粉飾決算事件などの影響で財務状況が悪化しているオリンパス、ソニーとの提携を正式に発表しました。オリンパスはソニーから来年2月末までに500億円の出資を受けて財務基盤を強化。ソニーはオリンパスの株式のおよそ 11% を保有する筆頭株主となります。また両社が出資して次世代の医療機器を開発する新会社を年内をめどに設立。オリンパスの世界トップクラスの内視鏡技術とソニーの 3D などの映像技術を生かし、より鮮明な内視鏡などの開発を進めます。さらにデジタルカメラの部品を供給し合うなどの協力も進める方針です。今回の提携は財務の改善が課題のオリンパスと医療分野を新たな収益の柱としたいソニーの狙いが一致したものです。次です。こちら、厚生労働省は国に代わって公的年金の保険料の一部を運用している厚生年金基金の制度について将来的に廃止する方針を決めました。主に中小企業の企業年金を扱う厚生年金基金は経済情勢が悪化したため深刻な財政状況に陥っています。厚生労働省は特別対策本部を開き、基金を解散するか他の企業年金制度へ移行するよう促した上で、将来的に厚生年金基金の制度を廃止する方針を決めました。経済成長を前提とした制度であったために、平成バブル崩壊後の経済金融情勢の変化によりリスクが高くなっているのが現状でございます。ここからは今日のプラス。厚生年金基金、飯田さん、改めて説明をお願いします。多くのサラリーマンの年金は3階建てです。はい、公的な年金に上乗せされる企業年金の一つが厚生年金基金です。はい、で将来受け取る金額があらかじめ決まっている確定給付の制度です。でこれを将来的に廃止する方針を決めたということですね。そうですね。その理由は一言で言えば運用難です。運用難。はい、こちらは厚生年金基金の運用利回りの推移です。リーマンショックが起きた2008年度は、はい、平均しますとマイナス 20% 近くまで運用実績が悪化しました。はい、昨年度は、かろうじてプラスを維持していますが、多くの基金が目指している 5% 前後の利回りには高度経済成長の頃と違って到底届きません。はい、このため積立不足となってます。これどうやって実際には運用しているんでしょうか。最も多いのが、はい、日本国債などの国内の債券です。ただ今は低金利ですよね。そうですよね。で次に多いのが国内の株式で、今日は9月の最後の平日、はい、要は今年度の上半期の終わりなんですけれども、日経平均株価の終値は9000円を割り込んだままです。はい、この半年で 12% 下落し、運用環境は悪化してます。はい、でこの結果、大和総研の調べでは今年度の上半期の厚生年金基金の運用利回りはマイナス 2.2% 程度になる見通しなんですね。はい、で最近あったAIJ 投資顧問の事件が起きる前から、実はですね、この制度にも無理があるとして、企業の中から、はい、基金を解散しやすくしてほしいという声が、結構ずいぶん前から上がってたんですね。はい、で運用実績がここまで悪化する前に手を打つべきだったと言えます。ただ厚生年金基金の制度から他の制度に移行したとしても運用難であることには変わりなく、老後の備えは厳しい状況が続きそうです。ここまで今日のプラスでした。変わって今度はヨーロッパです。こちら、フランスのオランド政権は富裕層や大企業への増税などを盛り込んだ来年の予算案を発表しました。
予算案では EU ヨーロッパ連合が定めた基準に従って単年度の財政赤字を GDP 国内総生産の 3% 以内に抑えるため財政赤字を300億ユーロ日本円で3兆円圧縮しています。そのため各省庁の予算を削減して1兆円分の歳出を抑える一方、富裕層や大企業などへの課税を強化することで2兆円の歳入増加を見込んでいます。90% des Français imposables à l'impôt sur le revenu, à revenu égal, ne seront pas imposés davantage. Par contre, c'est vrai que nous demandons un effort aux plus riches. 今回の予算案について、経済界からは企業活動を圧迫するもので、かえって経済を冷え込ませるという批判の声も上がっています。パリからの報告です。信用不安の影響を受け景気が低迷するフランス、失業率は過去10年で最悪の 10% を超えています。企業のリストラに抗議する労働者たちのデモが続いています。厳しい経済状況の中で発足した社会党のオランド政権、経済成長と財政再建を同時に進めるという難題に取り組んでいます。発表された来年の予算案は労働者の負担は増やさず、企業や富裕層に増税することで歳入の増加を図るというものです。La loi de finances assurera autant qu'il est possible la croissance et autant qu'il est impératif l'équité。これに対し企業経営者の間では強い反発が広がっています。こちらはフランス東部にある自動車部品メーカー。創業者のボンターズ氏は1代で1800人の従業員を抱える企業に育てました。しかしオランド政権の下で企業にさまざまな負担が強いられようとする中、今月には新規の工場を国内に建設することをやめ、北アフリカのモロッコに建設することを決めました。工場の建設に伴う400人の新規雇用も失われたといいます。経済を支える企業が圧迫されれば雇用はさらに失われ、税収も減って財政再建もおぼつかなくなってしまう。企業経営者の団体は強い警鐘を鳴らしています。En agissant ainsi, le gouvernement prend le risque de créer un choc de non-compétitivité. 労働者の暮らしを守りながら財政再建を進めるというオランド政権。しかしその負担は企業に重くのしかかり、経済を失速させかねないリスクもはらんでいます。ここからはニューヨークの村尾さんとお伝えしていきます。村尾さん、フランス政府が富裕層や大企業への増税などを盛り込んだ来年の予算案を発表しました。まず市場の評価はどうでしょうか。はい、今回のフランスの予算案は財政の健全化を図ることでドイツとともにヨーロッパで中心的な地位を維持するというオランド政権の強い意思を示したものであると言えます。今回の予算案が予定通りいけば来年度の国債の発行額を80億ユーロ減らすことができるとして、発表後はフランス国債の利回りは低下しました。しかし富裕層と大企業に極端に傾斜した増税は低迷するフランス経済にさらなる打撃を与えかねず、今回の予算案により来年度の財政赤字を GDP の 3% 以内に抑えることができるかについては市場は懐疑的です。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、先ほどまで100ドル以上値を下げてました。これヨーロッパがきっかけなんでしょうか。はい、この後スペインの金融機関のストレステストが発表されます。その内容によってはスペインの金融システムが揺らぐ可能性もあり、ダウ平均株価値下がりしています。そして今後もスペインの動向に注目で、特にスペインが実際に支援を求めるかどうかが焦点です。もしスペインの支援が実現すれば危機に陥ってから救済されたギリシャとは違い、予防のための支援となります。予防的な支援は市場に安心感を与えることになり、
スペインの今後の動向は引き続き注目です。はい、村尾さんありがとうございました。続いては震災などで建設が中断されていた青森県の大間原子力発電所、電源開発は工事を再開する方針を決めました。大間原発の建設工事は電源開発が平成26年11月の運転開始を目指して進めていましたが震災で中断。しかし政府が着工済みの原発の建設継続を容認したことから電源開発は年内にも建設工事を再開する方針を決めました。再開されれば震災後中断された原発の建設としては初めてとなります。北京を訪れた経団連の米倉会長、沖縄県の尖閣諸島をめぐる問題で野田総理大臣が領土問題は存在しないという立場を取っていることについて関係改善の糸口を早く見出す努力をすべきだという考えを示しました。解決する意図は全然ありませんというそういう態度を示しているじゃなかろうかなと私は思います。もう少し柔軟な態度で、やっていかないといけない。さあ次はこちらです。富裕層をターゲットにしたビジネス、舞台はシンガポール。経済成長を維持するため国を挙げて世界の富裕層の移住を促しています。シンガポールで開かれた自動車愛好家のイベント、マセラッティにランボルギーニにフェラーリ、こちらにはこうした超高級車が100台近く集まっています。参加者の中には欧米から移り住んだ人たちも。オランダ出身のこの男性は5年前シンガポールの銀行に転職しました。I think Asia is probably going to do a lot better than the rest of the world for the next 10 years. So at least until I retire, I think I will stay here. And then if I retire, I will see. シンガポールは相続税や贈与税がゼロ、所得税も最大 20% で富裕層に有利です。世界のマネーを集めて金融センターとしての地位を高め、経済成長につなげようという戦略です。100万ドル以上の資産を持つ人は今や人口の 17%、 その比率は世界一です。この富裕層を狙ったビジネスの一つがこちらの30階建てのマンション。地下に車を乗り入れるとそのまま上昇。実はこれ車専用のエレベーターです。到着したのはリビングルーム、お気に入りの車を眺めながら生活できるというわけです。50余りの部屋のすべてがこうした作りです。 Most of all, we can enjoy our cars here. Because it's the only first and only unique concept in the whole world.このマンション、一部屋の最低価格は日本円で6億円余りですが、すでに 40% を販売。今後は中国などの富裕層にも売り込みを強めたいとしています。I feel that most of the money will look for a safer haven for investment. So Singapore is definitely top of the list of these investors. シンガポールの富裕層すごい。もう国の経済成長のためにどんどんお金使ってくださいとしか言えないですね。最後に来週の気になる動きです。来週は10月ですね、はい、2日、国内最大の家電ショー CTEC が始まります。家電ショーなんですがトヨタ自動車が初めて出展するなど主役が電気自動車に変わりそうです。そして最後に台風の情報です。大型で非常に強い台風17号、沖縄県の先島諸島を暴風域に巻き込みながら北上しています。そして台風はあさって以降西日本と東日本に近づく見込みです。気象庁は今後の台風情報に十分注意するよう呼びかけています。ではまた来週。失礼します。